も一人出てます。ステップアップツアーで一勝、安田彩乃。QT は31位、昨シーズンはステップアップで3位タイというのが最高成績でした。安田彩乃、これはちょっと左になりましたね。そうですね、少し、ピンが見づらいポジションからのセカンドになるでしょう。昨シーズンステップアップツアー賞金ランキング第2位につけた宮澤美咲、ルーキーイヤーの昨シーズンステップアップツアーで初優勝を果たしました宮澤です。宮澤選手安定したスイングですね、少し安田選手がね、トラブルにことを願います、動画女子に少し緊張大会がレギュラーツアー3試合目ということになります。レギュラーツアー初の予選通過を果たしました奥山優里です。左のラフで止まりました。今シーズン初シード入り佐久間修理、2021年のプロテストトップ合格。今大会初日は大会コースレコード対63というスコアを出しました。シーズンステップアップツアーで初優勝、脇本花。シード復帰に向けて優勝を狙います脇本花です。3人とも素晴らしい安定したショットでしたね、はい。比較的こう高さを抑えめるも先週に続いてトップと4打差、好位置からのスタートです。強いショットですね。昨シーズン富士フイルムスタジオアリス女子オープンで優勝、ツアー通算17勝上田桃子。今シーズンがプロ19年目のシーズンになります。上田桃子、
シーズン2勝、メジャー1勝含めツアー6勝、西村優菜。この大会の後にアメリカツアー参戦を目指します西村優菜です。完璧ですね。フェアウェイ右サイドしっかりと置いてきました。ただいま第3 51位で前半戦の出場権獲得しています。ここは右のバンカーに捕まりました。昨シーズン大東建託 e ヘアネットレディースで優勝、ツアー5勝、菊池恵梨花。地元北海道でツアー5勝目を挙げました菊池恵梨花です。今シーズンで10年連続シードということになります。しっかり振り抜いていったボール、昨シーズンフェアウェイ捉えています。三菱電機レディースで優勝、ツアー2勝、金田久美子。今シーズンの目標はツアー1勝以上するということだということです。金田久美子、さんこの位置です。ただ今菊池選手、金田選手ともに安定したティーショットでしたね。ベテランらしいショットでした。そして桑木選手が、右に曲がってしまってつま先上がりの、はい、右のバンカー越えてくるかどうかですかね。そうですね。右に出ていきましたが、ただこれキャリーでバンカーを越えていきました。すごい距離ですね、少しねセカンドはスタイミーになってしまいますが、日本ツアー5勝、ファンアルーム。昨シーズンは開幕戦のダイキンオーキッドレディース、そして資生堂レディースでも2位という成績、優勝まであと一歩というところです。ファンアルム、シーズン初シード入り、先週の開幕戦で6位タイの成績、岩井明愛。岩井明愛は昨シーズンのドライビングディスタンスは6位。開幕戦も6位タイと好調です。
しい弾道ですね、いや距離も出てます、キャリーできましたね素晴らしいですね。昨シーズン、富士サンケイレディースでツアー初優勝、高橋さやか。昨シーズンの予選落ちは3試合のみ、シーズンを通して安定したプレーを見せています高橋さやかです。シーズン2勝、ツアー8勝、小祝さくら。昨シーズンから持ち球をドローからフェードへと変更してきています小祝さくら。小岩選手はもう完全にものにしましたよ。ぶり2度目のシード復帰となりました川岸文香です。ドライバーでもフェアウェイウッドでもないようですね。ハイブリッドですね。フェアウェイセンターです。昨シーズンアースモンダミンカップでツアー初優勝、木村彩子。昨シーズンはプロ8年目で悲願の初優勝を果たしました。今シーズンからはプレイヤーズ委員長も務めます木村彩子。昨シーズン本大会で日本ツアー初優勝、台湾出身ディフェンディングチャンピオン蔡佩英。昨シーズンのこの大会来日12年目でプロ初優勝を果たしました蔡佩英です。バンカーに捕まりました。3日目はどうでしょうか。バンカーはクリアしていきましたが三浦です。昨シーズンメジャー2勝を含めツアー5勝を飾り、年間女王に輝いています山下美夢有。昨シーズンのメルセデスランキング1位山下美夢有です。
なんとか残りましたね。そうですね。ツアー17勝鈴木愛。2017年と19年シーズンの賞金女王。2019年にはこのコースで優勝も経験しています。少し顎に近いところに行ってしまったように。エネオスゴルフで優勝、ツアー2勝、堀琴音。去年のこの大会は2位タイという好成績で終えています堀琴音です。フェアウェイです。昨シーズン日本ハムレディースで2位の成績、そして今日はお誕生日です、野澤真央。今大会初日2日目この1番でバーディーを取っています野澤真央。出てきましたね。昨シーズン宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンで2位タイの成績、武田梨央。昨シーズンは優勝することができなかったのでまず優勝したいと語っています武田梨央です。トップと2打差。通算8勝、本大会特別協賛明治安田生命所属、8アンダー勝みなみ。明治安田生命所属プロとして結果を出したいところです。勝みなみ、昨シーズンのドライビングディスタンス4位、飛距離にも注目です。飛んでますね。今シーズン先週のアメリカツアーで3位タイの成績、一時帰国し本大会に出場、アメリカツアー1勝、日本ツアー通算8勝、8アンダー古江彩佳。日本でも改めてその強さを見せつけるでしょうか古江彩佳。ギャラリーの前で楽しんでいる姿や好プレーを見せたいと語っていました。3日目1番ホールのティーショット、振り抜いていってフェアウェイセンターです。昨シーズン
日デイレディースで8位タイの成績、8アンダー金沢椎名。シーズン連続シードでツアー初優勝へ向けてのプレー、金沢椎名です。やはり3名とも安定したショットを見せてくれましたね。そう、昨シーズンツアー最終戦で悲願の初優勝を果たしました三ヶ島かな。シーズン NEC 軽井沢72ゴルフで2位タイの成績、昨日はノーボギーでラウンド、トータル9アンダー吉本ひかる。大会通してボギーは一つ、非常に安定しています吉本です。ナインアンダー佐々木翔子。この土佐カントリーは毎年合宿で2週間ほどプレーしているそうです。中学生の時からこのコースを知っているという佐々木翔子。少しタイミングが合わなかったようですけども、うまくカバーしましたね。こちらのバンカーからは問題ないと思います。